おはようございますす西田渡です、えー、5月6日土曜日ですかね土日であと2日で一応ゴールデンウィーク終わりかな、うん、皆様いかがお過ごしでしょうか全然収録しておりますだいぶ喉も治ってきた感じでこの前に1本収録したんですけれどもまあ喋ってるとねちょっときついなって思う部分はありますがまあ声もだいぶ戻ってきたなっていうね感じがありますまあやっぱり うん、まあ丁寧にやって3日ぐらいで治るのかなっていうまあこれをね本当まあどうしても毎配信ね2本してると特にライブとかをやって1時間喋ったりすると結構枯れがちっていうところあるのかなってねまあこれはしょうがないですねもうこういう仕事ですからね自分自身もねまあアナウンサーとは言いませんけれどもまあ喋る仕事も一つの自分の仕事としてね捉えてなので 今後はね、発声の仕方とかも一つ、自分自身の課題なのかなと思い始めてます。やはり耳、耳皆様にね、こう、えー、聞き心地よく聞いていただく上では、声枯らしてちゃう、要は商売上がったり、みたいなね、アナウンサーほどのプロ意識はないにせよ、とりあえず皆様に耳心地よくお届けする上、しかも自分も心地よく喋る上での、えー、発声の仕方とかですよね、この、この生体の使い方、この辺の勉強とかも、 ちょっとね、ボイストレーナーとか何かしらでちょっと調べてみようかなってね。オンラインとかでも多分今やってると思うんですよね。なのでちょっと、えー、発声の、えー、トレーニングも今後、今年後半では取り入れてみようかなと思っている次第でございますっていうとこで、今日の表題、<laughs> タイトル、35mm のレンズを、えー、4本も買うような人生になるとは思ってなかったっていう。不思議ですよね。まあ今日の えーとメインチャンネルかな。で、ライカ結構僕今、ライカこの前の収録でライカの話してるんですけど、あの 3, 3台ぐらい、ボディも増え増えましたし、M 型がね、今3台、M11 モノクローム、M11、M10 モノクロームみたいな感じで。なので、とあと、レンズがね、結構、バーとここに7本ぐらいあるんですけど、あのこういう感じで、バッっと、7本ぐらいあるんですけど、で、 <laughs> あのまあ、皆さんにご紹介したんですよ今日の多分夕方メインチャンネルで出ると思いますのでぜひ来カ興味がある方ご覧いただけたらと思うんですがえー、とそう紹介していったらアポズミでしょうアポズミ35ズミルクスの4 0ンチマイル FLE2 のズミルクス35でえっ、ー、と,ズミ,、えー、とズミクロン35原稿でまあこれは生産中止ですけど、えー、ズマリット35っていう感じで。 4本 <laughs> やばいっすよねでさらに言うとスチールリムあのキューメンズミルクスの復刻のえー、キューメンズミルクスも今予約中でなかなか来ないですねそれがねスチールリム面白そうなんですよねそれは色のりも悪いしヒっトまあ開放にするともうねファンタジーなの何かにじんでにじんでみたいなやつですけどまあオールドレンズ得意の描写ができるっていうねなのでもちろんそのカビとか曇りとかがない本当の新品のオールドレンズ のライカですよねそれが欲しくて、今予約はしてるんですけど、まだコーっていうところで。なので、それ来ちゃうと5本になるので、まあさすがにその時はね、ちょっと精査はしようとは思ってます。35mm もね、2本ぐらい。ズマリットとズミクロンはいいかな。いつも買い直せ。ズマリットでもね、意外とこれ在庫ないんですよね。どこ見渡してもね。なんで、意外と手放しちゃうと欲しいと思った時に、 な,なんかね手に入んないっても嫌だなと思ってズミクロンは結構ねまあどこでも転,転がってるじゃないですけど売ってますから、まあ、これは買い直し効くのでね買い直しが効かないレンズっていうかあんま在庫ないやつは手放したくないなと思いますがとなると、まあ、またね9面ズミルクスが来て復岡来てこれ1本しか手放せなかったのはまた35分4本なんですよ。 ね、で今日ちょっとメインチャンネルの方でも話してますが何アポ済みとズミルクスどっちかで1本でいいんじゃないのって思うかもしれませんがやっぱね個性あるんですよねなので例えばキャノンとかになると、えー、まあキャノン RF でもね 35mm 1.2とか出てないですもんね単玉で3 5になると要は F1.8 しかないわけですよで例えばライカになると単玉だけで今ご紹介したように4本とか5本とか 原稿だけの、まあ、四本ぐらいあるわけですよね。いや、まあ、ちゃんと沼にどっぷり入っちゃってて、この感覚って、結局うん、ライカ使わないと分かんないことなんだろうなと思いました。もう、昔の僕だったら、は、意味分かんないというふうに、もちろん言ってたと思いますし。いや、一本のね、レンズを長く使うことによって、自分の表現を手に入れる、みたいなところもね。うん、いや、もちろん、しっかりだと思うんですよね。自分自身もそう思ってますから。 ちょっとバラつくよねまあばらつきはしないんですけどなのでとはいえ楽しいんですよね純粋にこの3 5ミリ沼みたいなところとかまあもちろんね3 5ミリもあの、まあ、もっと深く掘っていけばね昔の,あのオールドレンズとかもありますからですがオールドレンズって結局は先ほど申し上げました通りまあ曇りとかねその辺の環境を考えたらオーバーホールかけてまで使うこうなんていうのか自分の 欲求というか、<laughs> 労力っていうところは、そこまで僕オールドレンズで避けないんですよね。現行でちゃんと出てて、メンテナンスもいつでもしてもらえる安心感みたいなのが結構好きで。まあもちろんライカだと多分古いレンズ買っても多分メンテナンスしてくれるかなとは思うんですけれども。なので、50mm とかはね、まだ逆に言うとこれ1本だけなんですよ、アポ済みの。なので、まあ一応、あのー、4 5ンチまで寄れる、 ズミルクスは予約してるんですけども、まあ、まだコズっていう感じで、まあ、この辺の、まあ、絵の違いとかもやっぱちょっと試したい部分もあったりしてどん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 沼かわしていくかなとである程度自分が体感して分かってきたっていう時に、まあ、リリースしてもいいですしあとはやっぱねぶっちゃけなんですけどライカのレンズって結局は 買っっってて持おくとととあある程度の資産性が高いといいううかねそたこもなんで、あんまり不安、まあ、各メーカーのレンズもそうだと思うんですけども、レンズってそんなに陳腐化していかないですよね。そのマウントが明らかに EF から RF レンズに変わったとか、そんなことがない限りは、そこまでレンズ自体が陳腐化していくことがないので、なおさら、ライカだと M マウント、M 型のマウントっていうとかも、うずっと脈々と1960何年から、 一応50年ぐらいには渡ってマウント維持してきてますからねなのでそういった安心感ありますよねしかもこう例えばこのアポズミのアポズミックの 50mm とか M50mm とかもそうですけどもこれ出た当初確か70万円の前半とか80万いってないはずだったんですよね日本円でで8年9年経った今や110何万とかですよ今115万118万とかライカストアでねえ もう本当に倍とは言いいませんけけど倍ぐらいにはなってるわけですよね値段的にそういうふうに考えたりするとまあ <coughs> 当時70数万円で買,買いましたと今マップカメラ確か売ったら67万60万後半なんですよねなので実際7年間ずっと使い続けてじゃあいいや手放すやっていうふうに手放しても、まあ、あの実質無料じゃなくてリアルに無料っていうこういった現象が起こっていく。 まあ、レンズっていうところもありましてなんかそういうのもあってまあ資産保全性の高さみたいなところからもついついねあのライカのレンズだったらとりあえず買っておけっていう風に最近なっている自分もいるなっていうのがあったりするんですよねまあもちろんねあの実際の現金っていうのも実は必要なんですけどもまあね物に置き換えておいてもいいですし何よりも小型ですからね汎用性も高いので。 でまあね、ある程度使うだけの分だけをもちろん保有しておくっていうのは前提ですけども使わないでね放っておくとやっぱねなんだかんだカビとかの原因になりますからその辺はねカビ曇りその辺はやっぱり、あのー、代謝を良くっていうふうには思ってはおりますけども今のところこのほとんどの、ね、7本のレンズほぼまんべんなく使えてる現状がありますからまあしいうならこの 35mm のズミ,ルズミルクスこちらね 35mm ズミルクスに関しては。 なんだかんだでも使ってるんですけどね。使ってますが、頻度は若干一番少ないブルーになるかな。なので、まあ、アポミがどうしてもね、今は手に入った関係もありまして、どうしてもアポミになりがちなのでね、そういった意味でも、まあ一度、また何がしかスチールリムが来るとか、5 0ミリのアポ墨、50mm のズミルクスが来るとかね、新しい。そういったタイミングでまたちょっとこう、だいたい、うーん 5, 5から7本ぐらいの間でこう回していくようなのが、 バランスいいのかなとまあ、とはいえね、今、50mm から 28mm までしか持ってないので、今、現行ではないんですけども、24mm あたりのね、レンズとか、21mm あたりのレンズとかの超広角とか、広角の方の、えー、ライカレンズにも興味が出てきたりするので、その辺に徐々に置き換えていってもいいかなとか考えたりしておりましてね、徐々に21、24、28、35、50。まだ75、90っていうところはね、僕はどうしてもここの、 レンジファインダーを使う関係もありまして、まあ、75ぐらいだったら使えるでしょうけども、90はなかなか触手が伸びないというのと、ね、意外とそこまでの圧縮効果を狙うポートレートも悪くはないんですけどもね。うん。なので、僕はまあ50ぐらいまでで今んところはいいかなというふうに考えたりはしてます。なので、アポ済みの75も面白そうですけどね、だんだんと大きくなっていって、 ライカのレンズ 400g っていうところが僕の中ではちょっとネックになっていて、もちろんノクチルックスとかにも非常に興味があるんですけども、ノクチの0.95、値段とかよりも、重さが 700g になった時に、まあ、500g の筐体ですよね。五百何十 g。で、まあ、グリップつけて、まあ、ここのね、サムレスをつけて取るっていう。まあ、ここまで、ノクチねっていうところに、まあ、もう一度はね、経験してみたい部分もあるんですが、 やっぱり重さのトレードオフで考えると間違いなく出番は少ないよなっていうなんかどっちかというと64とかね僕の中でも超望遠みたいな位置づけのレンズになってしまっててうんまあタイミングがあれば試しさせていただきたいっていうのはありますけどもねっていうぐらいの感じでございますとはいえ 35mm が今ライカだけで4本ある現状っていうところに自分でも驚きを隠せないっていうお話でしたというところで今日もお使い方をお過ごしくださいにしてたしたどうも